初めて陸前高田に来た時に、多分夏だったと思うんですけど、お祭りがあって、その時になんか初めて来たのに急になんかカラオケをモンティがなんかそのステージみたいなのよくありますよね、お祭りの。そこでなんかモンティがカラオケを歌い出して、それがしかも演歌演歌で、モンティの18番が千正夫のなんだっけ、タイトル覚えてないんだけど、すごく有名な、なんだっけ、ハルバリーキーで、ハクラテーってやつ、なんかそれ全部フルで歌えるんだけど、うん、それをなんかみんなの前で披露して、みんなはもうアメリカ人なのになんで演歌をそこまで歌えるのみたいな、すごくびっくりしたっていうのを高田の人に聞いたことがある。それは